演舞開演。どうも、本日はこちら高西京のお好み焼きを食べたいと思います。以前たこ焼きを食べたことあるんですけど、お好み焼きもどうなのかな。で、冷凍食品なのですが、はい、トッピング完了です。マヨネーズはないんですね。お好みでかけてくださいってことなのかな。では、いただきます。確かにテーブルマーク君とはまた違いますね。いいですね。ふんわりとした食感の生地に、口の中で程よく噛み応えのあるタコやエビなどの具が入っていて、程よい2種類の食感を楽しむことができて、美味しく自分好みでした。カツオの風味も結構強くて良かったですね。あとはマヨネーズがついてたら良かったのかな。まあかけない方が好きな人もいますしね。自分もどちらかといえばそっち派ですし。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しい。なんか矛盾してるな。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。